はい、皆さんこんにちは、ワンダルイルミジです。今回は夢幻のごとく続きをプレイしていきたいと思います。信長が本能寺の変を生き抜いていたらという、まあ、仮想のスーパーファミコンの RPG のゲームになります。前回は小牧長久手の戦いで、まあ、秀吉軍とですねうまく和睦することに成功しました。今回はその続きになります。山伏の群れが東へ向かっていくのを見ました。どうやらですね、秀吉配下の黒田官兵衛、これが何やら悪巧みをしているようなので、この山伏の群れを追っていきたいと思います。さらに長篠の村に山伏が来て村人に一気をそそのかしているらしいということなので、追っていく先が長篠っぽいですね。では長篠に向かいましょう。長篠の村に来ました。なんか早速山伏らしき人がいるので話しかけてみましょう。くそ、もう現れおったが、あと少しじゃったが。うん、潜伏していた、おそらく官兵衛の配下のものでしょうか。あと追っていきましょう。その山伏を追っているところなんですけども、山伏が一気をたきつけておる。わしは一気などやりたくはない。砦にこもっている山伏を追い出してくだされ。なるほど。では砦に向かいましょう。何？今度は口封じをされた。山伏が村人を先導して一気を起こしている。あの山伏はどこから来たんじゃ。山伏がわしら山賊を雇ってくれたぜ。ということは山賊も一緒にいるんだな。山賊と山伏両方とも退治しましょう。ここからダンジョンかな。ではこのダンジョンを攻略していきます。敵はあまり変わり映えはなさそうですね。ただですね、職種をレベルアップさせたらレベルが1に戻る仕様になってまして、ご覧のようにですね、出雲の国なんかは、雑魚キャラ相手にすら一撃死するような状態になってますので、ちょっと回復しながらですね、こまめに進めていきます。ん？誰かいる。これはボス戦の予感がするので、回復してから挑みましょう。まずは、結構惜しみなく、気力を使って戦ってきたので、気力を回復させて、体力も減ってる人がいれば、回復させて挑みましょう。大丈夫かな？では、話しかけましょう。の前に敵か。いいのか悪いのか。レベルがですね、転職によってちょっと下がった状態なので、ボス戦となるとかなり慎重にことを運ぶ必要がありそうですね。では、改めて、話しかけましょう。信長、官兵衛様のため、命をもらい受ける。とりゃーということで、ボス戦だな。ボス戦、天神丸。強そうだな、名前からして。先制攻撃、天神丸かー。強え！しまった、しかも。命令させろになってない。これはやっちまったぞー。十文字切り。648。口封じ、食らいやがれ。よし、術が使えなくなった天神丸だと。俺たちの敵ではない。狙い撃ち、47。それなりに食らうな。ただ、もう一度呪文切りは打っておきましょう。で、回復は他のキャラに任せます。意外とですね、こういう防御力が上がる系のコマンドを打ってくれたりするので、自動だったら自動でそれなりに効率よく戦ってはくれるんですよね。これでみんな、一旦防御力は上がったかな。ただ、自分で回復しなきゃいけないからな。何？しかも、持ってない。くー。
もう切れたのか。早いな。早い。あ、作戦指示ここでもできる。自動選択。作戦指示集中攻撃か。これしかないのか。しょうがない。もう持久戦覚悟で戦っていきましょう。倒しましたね。いや、気力がもう心力がもうなくなってしまったのでどうなるかと思いましたが倒せましたね。いや、防御力アップする系の術結構使えるな。一撃死してた、安倍の清兵衛や奥にが生き残ってますからね。これからちょっと有効活用をしていきたいと思います。で、2500の経験値もらったので、みんなレベルがちょっとずつ追いついてきたかな。奥にに関しては一気にレベルが3上がった。忍者と思っている。取りますか。取りましょう。まあ、参りました。どうか命だけは落とすけよ。仲間に加えますか。これ EA をしておかないと後々パーティーに入れた状態で裏切られて3人で進まなきゃいけなくなるようなので、 EA を選択しておきましょう。さあ、さらに奥に進みます。ここでまたボス戦があるのかな。ちょっと回復してから進みましょう。ん、オートの久しぶりでござる。なかなか死なれませぬな。勘弁ですね。勘弁、ほざくようになったの。一度倒されたのお忘れか。魔王といえども我が穴繰りの忍びに勝てますかな。獅子と内前、お相手いたせい。信長、わしが相手じゃ強かったな、こいつ。いやー、ボス戦か。回復を持ってないんだよ。いやー、きつそうだな。なんとか連戦ですけど、頑張っていきましょう。いや、強すぎる。ちょっと戻っていきます。はい。では、再戦のために戻ってきました。レベル上げのためにですね、自動にしていた命令を、マニュアル、自分で指示に変えました。これを間違いで突入したことによって、前回はね、ほぼ何もできずに敗れてしまったので、今回は、自分でしっかりコマンドを使ってですね、確実にリベンジを果たしていきましょう。さてと、まずは一撃目耐えて、確実に防御力を上げていきたいので、全員に防御力アップを使っていきます。防御力上がった。これ重要ですからね。で、生命は、その間、防御。非常に消極的ですけど、呪文字切り。信長は呪文字切り。で、奥には、ここはですね、できるだけ口封じを決めたいので、口封じ。決まった後は、回復役になってもらいましょう。効かなかった。そうなんだよね。効かないことが多いんですよね。奥にも回復に間に合わない可能性があるので防御力上げておきます。せいべいは防御。ああ、せいべいもう戦ってもいいのか。上げましたからね、防御力。そしてポイントになる口封じ、決まってくれ。なかなか決まらないけど、ここは粘り強くやりましょう。154。耐えたなぁ。よく耐えてくれた。回復して、信長は、呪文字切り。
スキルまで十文字切り。で、七封じを奥にぶつかったから、そろそろ七封じ決まってくれ。よし。これで多少楽になるだろう。信長91も食らうか。ここは信長にも防御力アップをつけて、これで全員防御力アップがついた状態ですね。落ち着いて戦えそうです。薬種しか持ってないか。まあ、薬種の信長に作っとこう。死ぬと、アタッカーが減ってしまうので。で、こんなもんか。使えるのはこんなもん。あとは、耐えていくしかないね。信長で32も食らうんだな。もう一回、なんか、防御力上げたい。あとはこっからはじゃあセレブ攻撃役に回ってもらいましょう。65か、なかなかきついな。ああ、死んだ。ここでアタッカーの一人が死んだ。きついな。もう例によってまたアイテムがないので。いや、本当に強い。まとまったレベル上げをしてこないと勝てないのか。アタッカー一人で頑張るしかないっていう、なかなか苦しい状態ですね。しかもその肝心の信長は、もう気力をなくしているからな。セベド、まあ、火炎でちょいちょい蹴り釣りつつ長期戦を覚悟しましょう。で、奥にはもう基本防御ですね。信長も連射、あるいは渾身の一撃が起こない限りは、あまりダメージは受けないと思うので、奥にと信長さえ残っていれば、まあ、なんとか長期戦で戦えると思います。倒した。いや、強敵でしたね。4333。いや、これは強かった。長期戦をなんとか戦い抜きましたね。アベノ生命はレベルが一気に2上がって、僕にもレベルが一気に、どうだろう、3ぐらい上がりそうですね。猿と狸の喧嘩に関わってる暇はない。たわけが、猿、勘弁、小賢しい真似をしおって、奴らがもう逆らえぬようにしやれ。信長は信勝との対面を決意。秀吉をのさばらせておいては世界へ打って出るどころか、日本の統一も危うい。秀吉の野望を捨てさせるには、信長は姿を現すしかなかった。信勝、猿と狸に食い殺されるなよ。信勝よ、待っておれ。ということで、この後はじゃあ信勝の元に向かうんでしょうか。では、少し短いではありますけども、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、じゃあ信勝のいるところへ向かっていきたいと思います。